次もラビット。あ、ケアルさん、ヨウヘイさんギフトありがとう。これライン切りあるからわかんないんだよね。けど六人村は地声できた。あ、最初だね。村人陣営でした。村人陣営でした。まあ、占い師の人は発言頑張って芯取ってくださいね。占い師の人は確実に芯取って、もう初日に新占い師釣られると負けなんで、ちょっと発言頑張ってほしい。まあ、2周目ちょっと怪しい人いたら言いますね。うんうんうん、はい、あ、1から6ということで、はい、ゆきまるです。最終試合頑張っていきたいと思います。ゆきまる村人でした。最後ちょっと人狼やりたかったんですけど、今回村人なので頑張って人狼釣りたいと思います。みんなの発言を聞いて考察していきたいと思います。めっちゃトイレ行きたいです。お疲れ様です。はい、ゆきまるです。ゆきまるも今回村人ですということで、あ、占い師オラブラムさん出てますね。他大丈夫ですか、もしいればって感じなんですけど、まあ、決まるも特に今ね話せることが多分ないと思うので、この後の発言に委ねようと思います。以上です。はい、アリクです。アリク占い師でした。で、ウキニのこと、ウキマルのこと占って村人だったの見ました。とりあえず言えるのがそれだけになっちゃうんで、ここからは多分ちょっとラムさんとあれになると思うんで、まぁ、あ、ちょっとなんだろう、そこだけとりあえず分かっておいてください。あ、すみません、お手洗い行ってました。今確認したら村人でした。ちょっとごめんなさい、今アレクさんが占い師でラムラビさんが占い師しようをしてるって感じですよね。はい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 。僕、この間、ウーバーイーツを初めて頼んだんですけど、すき家の牛丼頼んだら、カレー来ました。ラムラムッチーです。私はちょっと早めにカミングアウトしとこうと思って、占い師でした。で、ボスのタグマさんを占わせていただきました。すいません。そしたら、村人って出ました。なので今回はたくまさんを全力で胸張って信じていきたいと思います。今日の出前館はおしぼりがカラッカラでした。以上です。まあけど自分に白出しはなんか嬉しい気はするけどね。まあ自分がスタートして自分も占い師じゃないって言ってるからね、そこに白打ちは打てるからどうだろう。いやーこれちょっとわかんないね。アロエさんもなんか濁してるからね。まあちょっと今わかんないね。どっちだろう。どっちだろうね。ちょっともう占い精査ついてる人がいたらもう発言で言ってほしいから、自分ちょっとまだわからない。まだどっち芯かわかんないから、もうなんかこっちのが芯だって言える人がいたらちょっと発言で言ってほしいです。今日は2番さんか4番さんら。はい、ってことでゆきまるです。今日は2か4ですよね、そうなると。いや、マジでわからないですね。現状 100% こっちだっていう根拠もあんまないです。が、まあ、ゆきまるは白です。本当に白です。本当に白です。いやー、でもどうだろうに、あれくにきかな。なんとなくね、普段関わらせていただいてるんですけど、ニュアンスであれくにきかなって思ってますが、まあ、ラムラムじいさんも元気いっぱいだったんでね、最後人狼でやる気が出ちゃってんのかなとかも思ってますが。やってやろう。はい、こんばんは。とりあえず、そうですね。アレクに気に入れようかなって思ってます。よろしくお願いします。
はい、浮丸です。まあ、浮丸の場合、アレクに白出ししてもらったのと、まあ、あと単純に、まあ、後からかぶせでやれることもできると思うんで、まあ、半々で見てたんですけど、ラムラムさんの発言がですね、なんか、これ最終試合だからなんですけど、結構、本当に白の時、結構、白ですってすぐ最初に言うんですよ、毎回。で、今回、その白ですっていう発言から来なかったんで、ちょっと黒目で見てます。だからまあ正直、アレクかラムあ、ラムこさんばんんかは。に入れなきゃいけないので、今回はラムラムさんに入れようかな。まあ、アレクのこの後発言次第ですね、正直。です。こんな感じです。以上です。俺はやっぱ浮き乳のこと好きだよ。はい。はい、アリクです。そうですね、今のもう発言。まあちょっと、まあここ信じてもらうしかないんで、それも僕はちょっと、まあラムちゃんに入れます。で、そこからまた、占って感じですかね。とりあえず、もう、それしか、ちょっとできないし、言えないですけど、まあ、とりあえず、浮丸さんが白なの、とりあえず、覚えておいてください。以上です。はい、お願いします。アレクさんが浮丸さんを選ぶのって不自然じゃないですけど、ラムラムじいさんが、ボスのタクマさんに入れますみたいな、入れました、白でしたっていうのがちょっと怪しかったっていうと、もしかしたらラムラムじいさんとタクマさんのラインじゃなくて、たくまさんを味方につけるためにラムラムじいさん最初選んだのかなって僕村人目線から思ったことですかね。僕はラムラムじいさんに入れようかなと思ってて、ちょっと最後なんで誰かギフトもらえますかね。下にあるゴールドってやつ、誰か、たくまさん、アレクさん、ナイキフー。って言えばいいの？あ、ラブラブジーです。私は今回本当に占い師、一番占い師今回やってます。で、タグマさんを占った理由は、結構タグマさんに騙され続けてきた時もあったんで、今回は真っ先に味方につけたいなと思って占いました。で、早めに多分占い師のタグはつけました。で、こんな饒舌なのはラストマッチに人狼じゃなかったんで、今羽伸ばさせていただいてます。確実にアレクちゃんが嘘をついてます。これは真面目に本当です。アレクちゃんが嘘ついてるから、私はアレクちゃんに入れる。ぜひ皆さん、本当にお願いします。本当にアレクちゃんが絶対嘘ついてる。これ終わ100%。ったら 3D 1000%かけます。100%。1000%。お願いします。以上です。ファッションを感じたな。ファッションを感じたな。うん、これラスト試合。この後 3D 人狼殺する。おお、3、4、5か。アロエちゃん、浮き丸ちゃん、私は占い師です。私は占い師で、アレクちゃんが嘘をついてます。ただ、私に入れてるどっちかが人狼の可能性もあるかなと思うんですけど、私は占い師です。なので、もし私が生き残れた時は狩人の方は私のことを守ってください。アレクちゃんが嘘ついてる。次は投票したどっちかのことを占おうかなって思います。私は占い師。命をかけても占い師です。以上です。まあ、次俺、あれかな、アレクさん占ってって感じかな。はい、アリクです。でもここで釣られたらあれなんで、どうしようかな。でも、まあ、とりあえず嘘はついてないんで。で、今一緒に入れてくれた人のことは占って
で、あれ、アロエさんだったよね、多分。だから次、アロエさん占って。で、まあ本当に、浮き丸はもう白なんで、そこは覚えといてください。で、自分のことを投票、自分と同じく、エラムちゃん投票した、アロエさんだよね、多分。アロエさんに、を占います、次は。で、まあ、モントラムちゃんと同じことを言うけど、嘘はついてません。よろしくお願いします。アラモラムさんの方が神っぽいな。どっちだ？16？ マジっすか。これはちょっと、やばい気がしますね。まあ、どうだろう。どうしよう。とりあえず、あ、ユーザーさんギフトありがとう。結構村人サイド多分きつくなっちゃいますよね。僕いなくなったら。まあ、そこだけ、それだけですね。とりあえずは、以上です。頑張ってください。俺は仲間です。これどうだろう。16が4か。5は2か。2占うよね。5占うよね。これ人狼殺だよ、ウィープレイの。いやー、今回のコラボいい試合多いよ。めっちゃいい試合が。やっぱ見るダムで結構ね。お、俺神？お、続いた。はい、ってことで、ここで終わってないってことは、アレクニキ確定でしたね。で、そうなってくると、狩人狙浮いき丸のか。ことすごく白出ししてたじゃないですか、アレクさんが。なんで、浮き丸が怪しいのかなと思ってます。で、ラムさんはシンかなと思うので、占い多分できてますよね。なので、その結果教えてわあ、ほしい狩で人す。か。で、多分、どうだろう。いやー、でもそうか。そこで狩人出てくるのね。浮き丸が。アロエさんか。で、これで拓磨さんが狩人の線もありますよね。なんでちょっとまだわかんないですね。浮き丸が真かどうかっていうのは。わかんないです。ですが、ラムラムじさんは確定だと思ってます。よろしくお願いします。はい。はい、とりあえず、まあ狩人で出たんですけど、結局これで真の人狼を釣らない、多分終わる可能性高いのかなこと思っれ、て浮き丸さん占出っましてるた。や出なくろ。てもよかったのかな。で、まあ、今回ラムラムさんは守りました。まあ、結果は外れちゃったんですけど。で、16で、で、アレクを入れてたので、まあ、ゆきまると、たくまさんじゃないですか、い言っや、たの。だから、村人よ。たくまさんが身内切りした、あ、違うか。違うな。雪丸が身内切りした可能性あるってことかな？そんなことないよね。ああ、でもありえんのかな？わかんないや。で、アロエさんが今回入れなかったんだね。危険だったじゃん。V バーサスのやつで。だからちょっとアロエさんの意見聞きたいです。以上です。すいません。投票を押したんですけど、できなかったです。あと僕、狩人です。はい、狩人です。ゆきまるさん、嘘ついてます。アレクさん、ゆきまるさんも言ってたけど、アレクさんが、ゆきまるさんちょっと白出ししすぎてたから、そこも怪しかった。まあ、ラムラムじいさんの、そうですね、占い結果かなと思うんで、あとは。
これただ、木村さんがなってるやろ、震えてます。まあ、ガイドの、バンドのボーカルメンバーとちょっとね、いい音出せたらいいかなって、ただ、そうですね、震えてます。はい。ラブラムチーです。まあ、じゃあ、皆さん信じてくれてありがとうございました。で、占い師です。占った結果、アロエさんを占わせていただきました。震えてる理由は、おそらく、人狼とバレてしまったからではないでしょうか。アロエさんが人狼と出ました。なので、私は迷わずアロエさんに入れたいと思います。以上です。強気やね。ファッションが出た。最後にラムラムじいさん勝ったね。いやーこれさ、浮丸さん占ってるかなと思ったけどね。うん、あ、そうっすね。いや、なんか浮丸さんは単純に多分アレクさんと仲がいいくて、うん、私を単純に疑ったのかなと思って、アロイさんが棄権したのはなんかあえてどっちにも入れなくさせたんかなって思って、なるほど、ね、アロイさんを占ったんですよ。いや、ナイスだ。いや、ナイスだね。これは。これ多分、雪丸のこと占ってたらまだ分かんなかったっすよね。そうそう、分かんなかった。マジで危なかった。うん、あすこ。二択外したら負けだから。そうっすよね。うん、私も、私を疑ってた、ね。絶対雪丸だと思ってたんだけど。いや、アロエさんもうまいよ。アロエさんも髪ずらしてるからね。いやー。うん、いや、アロエさんうめえんだよ。みんなうますぎて、もう、アロエさん、いや、みんなうまかったっすね、ほんとちょっと、なんか私、はい、本当のこと言っても疑われるし、どうしたらいいんだろうって。いや、命かけられたら信じるしかないっすよ、やっぱり。ちなみに、言っていいですか。え、アレクさん、演技したでしょ、投票の時。あ、じゃあ俺が次アロエさん占えばいいのかって。確かに確かに。演技してた、投票。演技してた。めっちゃ思いました、それ。ね、そう、うわ、演技してると思って。やったー。その辺もなんか信じてもらえないかなと思ったけど、全然信じてもらえない。いや、難しい。演技してると思って。めっちゃ嘘っぽかったんで。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。あの、ディスコードの方に集合、ディスコードのボイスの方に集合お願いします。はい、